タビー EHK。 はーい、タビーです。6月27日午前10時40分です。私は今旭川から富良野へ走っています。いつも通りビルの街は通らないで、この村道を走っております。わー、ここから山が見えてきました。いやー、ここからの景色いつも最高だなと思います。ちょっと画面では左側映ってないですよね。いやー、今日も昨日に引き続き快晴の天気で気温も30度ぐらいまで上がります。いやー、ここから正面山映ってますかね。あー、すごいパノラマです。雪も所々残って、いやー、綺麗な山並みですね。ジェットコースターの道、わー、下ってきます。いやー、一番下に一時停止があるんで止まりますよ。11時10分着きましたね、ファームトミター。おお、結構見る先に色づいてますよ。見て、ラベンダーの斜面ですね。わー、わー、ラベンダーも借りしてます。わー、すごいですね。さあ、車止めて行ってみましょう。こちらの奥の方は例年4月中旬に見頃になります。いやー、晴れて気温は高いですが、すごい涼しいですね。わー、絶景です。ここが昔ポスターになって有名になった畑ですね。上の畑では作業されてますね。皆さん、これから咲くラベンダーはこんな感じなんですね。今年のラベンダーシーズン始まりました。皆さんもぜひご覧ください。北海道富良野からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ちゃんちゃかんちゃん、旅、旅、旅チャンネル。
いてくれてありがとう。じゃーん。